はい、皆さんこんにちは。ハイポネクス服部です。アントシアニンが豊富でね、目の機能回復に効果が高いと知られております、果物といえばね、ブルーベリーですよね。で、私もね、目を酷使する仕事ですので、このブルーベリーのね、サプリメント、こちらはね、欠かさず朝飲んでおります。で、またね、ベランダでもね、こちらのブルーベリーを育ててるんですよね。で、今日はね、この美味しくてとっても体に良い栄養素を含みました、しかもね、初心者でもプランターでね、簡単に栽培ができます、こちらブルーベリーのね、栽培についてお話をしていきたいと思います。ブルーベリーは北アメリカ、原産のね、低木になります。で、先ほど申し上げましたように、目の機能回復にね、大変有効なアントシアニン、それから抗酸化作用のね、非常に優れましたビタミン E、あとですね、美肌にはね、欠かせませんコラーゲンの形成を助けますビタミン C が豊富に含まれておる。で、しかもですね、あとミネラル成分であったり植物繊維がね、たくさん入っておりますスーパーフードと言われております。販売店やね、通信販売のホームページを見ますと、このブルーベリーにはね、大きく2つに分けられております。まず樹高、木の高さが約2メートルぐらいにも育ちますハイブッシュ系のブルーベリー、それとですね、高さが 1.5 メートル、前後ですね、これぐらいに収まりますラビットアイ系のブルーベリー、2つに分かれてるんですよね。で、またごく稀に、大きくならないですね、小型のローブッシュというのも出てくることもあります。で、まずですね、この2つのね、メインの、お話をさせていただきます。で、まず最初にね、ハイブッシュ系のブルーベリーというのは寒さに強くてね、暑さには若干弱いという傾向があります。で、実はね、大変大きくてね、食べ応えがありまして、皮がね、薄くて食べやすいんですよね。で、またね、ハイブッシュ系のブルーベリーというのは、サザン、ノーザン、ハーフ、また3つにこう分類されておりまして、ノーザンとかね、あとハーフというのは関東以北、あと高原地帯山地、そちらの方に向いております。またですね、サザンというふうにね、書かれておるのはこの温暖地ですよね。そちらの方からちょっとあったかい、南の方、そういったところの栽培に向いております。収穫時期は6月から7月となっております。で、次にラビットアイ系のブルーベリーなんですけれど、暑さにはね、非常に強くてね、寒さがね、マイナス5度以下になるところには向いてはおりません。で、実がね、赤くなるところから、その名がラビットアイというふうにね、名付けられております。で、とても甘くて収穫量が多い、で、しかもね、育てやすいというところから、初心者のね、方には特に人気の高い品種ということになります。で、まずですね、苗選びなんですけれど、同じ系統、つまりハイブッシュ、それからラビットアイ、そのグループの中から2つね、違う名前のね、品種を選んでみてください。ハイブッシュはね、1本でも実がなる、傾向にあるんですけれど、その1本だけだとね、やはり実の量が少ないです。2本植えていただいた方が実がね、たくさんなりますし、あとね、いい実が収穫できるんですよね。で、一方ですね、ラビットアイ系のブルーベリーに関しましては、1本植えだとね、実がほとんどならないという傾向にあります。で、苗を選ぶ時のポイントなんですけれど、このように綺麗な葉っぱが出ているもの、春先に苗を買われる場合には、花、蝶つぼみとかがついているもの、そういったものをね、お選びいただくとよろしいです。で、また品種に関しましてはね、もう本当にたくさんの品種が出ておりますので、どうしてもね、わからない場合にはお店のね、係の方にお尋ねされるといいかと思います。ではですね、いよいよ植え付けになるんですけれど、植え付けのベストシーズンは11月ぐらいからね、翌年の3月ぐらいになります。ただし、寒いね、寒冷地に関しましては、寒さが収まりました、3月以降にね、植え付けられるのをお勧めいたします。植え付けをするね、鉢になりますけれど、ブルーベリーのね、この苗のポットサイズに合わせたもの、例えば直径が9センチから12センチのね、
まあ、3号から4号ポットに植えられているものに関しましては、まあ、大体ですね、7号鉢、直径21センチぐらいの、ね、鉢に植え付けられるとよろしいですよね。5号から7号ポット、直径が15センチから21センチぐらいの、ね、ポットに植え付けられました苗は、大体10号鉢です。直径が30センチ。それぐらいある、ね、器に植えていただくとよろしいですよね。でブルーベリーは根っこの乾燥を嫌いますのでプラスチックの素材の方がより向いていると思います。次に、ね、植え付けをする培養土になりますけれど、もうブルーベリーは、ね、酸性土壌を好む性質があります。ですからブルーベリー専用の土、ブルーベリーのために配合されている、そういった土を使われるのが一番かと思います。またね、いつもご紹介しているようなこのハイポネクス培養土、まあ、こちらの方はですね、まあ、通気性排水性が非常に良くてね、まあ、花見をつけさせるための肥料成分マグアンプ K が最初からね混ぜ込まれておりますハイポネクス培養土、これを使われる場合には未調整のピートモス、これ気をつけていただきたいんですよね。調整してあるものも売ってありますので、それですとねあんまり効果がありません。未調整ピート、これを4割混ぜていただきまして、このブルーベリーの栽培に向いた土に配合してあげてください。例えばね、家にまだ培養土がいっぱい余ってるわという方に関しましてもね、やはり未調整のピートを4割混ぜていただくのと、こちら1リットルにつき、このマグアンプ系の大粒をね5グラム混ぜていただいて使っていただくこともできます。次にね、水やりなんですけれど、根っこの乾燥を嫌いますので春から秋に関しましてはだいたいですね1日に1回から2回、それから真冬でもね最低2日か3日に1度ずつ水をあげてください。でただしね、梅雨のね長雨が続くような時にはね水をあげないようにしていただいた方がいいと思います。今度は逆にね過湿でダメになってしまうことがございます。まあ、一番いいのはね、まあ、土の質、それから器のね、まあ、あの素材によって変わってきますので、土の表面の状態をよく見ながら上げていただくのが一番よろしいかと思います。次にね、まあ、いよいよ植え付けなんですけれど、鉢の深さに対して約下から5分の1までね、鉢底の石、軽石を入れていきます。その際ね、鉢の底に大きな穴の開いている器を使われる場合には、網、まあ、鉢底のネットですね、これを下に引いていただきまして、その上に鉢底の石を入れてください。またこのようにねスリットのたくさん入っておりますスリット鉢、これを使われる場合には鉢底の石を入れずにそのまま培養土を入れてみてください。でブルーベリーはねポットから抜いていただきまして、やはりね生え際の汚い土、こういうのをきれいにね、はい、掃除をしていきます。ちょうどねこの生え際から5ミリぐらい下というのが一番ね土が傷んでおります。ここにはね雑草の種があったりとか、あとねこの病気の源であります菌がこう潜んでたりとかしますんでね、それはねきれいに取っていただければよろしいかと思います。であとですね、まあ、肥料が置いてある場合、これは実際にねもう肥料成分はもう抜けてなくなっております。ですからそちらはね必ず捨てるようにしてください。はい、それから次にね根をこう崩していきますけれど、根を崩すとき、まあ、非常にね根っこが細かいですからね、崩れない場合には清潔なハサミでちょっとね、はい、このように切り込みを入れてから根鉢を崩すようにしてください。先ほどね引きました鉢底の石の上に培養土を入れていきますけれど、入れたとき、はい、まずですねこの生え際がこの器のちょっと下ぐらい、まあ2、3センチですね、下に来るようなところに置いていただきまして、その下がちょうどね当たるところまで培養土を入れていきます。でこの鉢のちょうど中央部分にね幹が来るようにしていただきまして、その周りに土を入れて、まあ、しっかりねこの根鉢とこの土の間に隙間が開かないようにしっかりと押さえ込みをしてください。で土がねしっかりと押さえ込みができましたら、今度はね下の穴から水がザーッと出るぐらいまでしっかりと水をあげていきます。それで根を落ち着かせます。でその際にお使いいただきたいのがこちらリキダスです。でリキダスの洗培液5リットルのお水にキャップ1/4、これを溶かしていただきまして、最初の水やりにしっかりあげていただく。でそれからね、まあ、約1ヶ月間、はい、このリキダスの洗培液を1週間から10日に1度ずつ与えてください。そうしますとね根がしっかりと活着していきます。次にね置き場の話ですけれど、やはりね実のつくこういったブルーベリーというのは太陽のよく当たる場所を好みます。ただしまあね夏の
西日が直接当たるような場所ですとね、温度がね高くなりすぎてしまって土からの水の蒸散がすごく激しくなってしまうんですね。ですからね、真夏のね一番暑い時期、そういったところは、まあ、少しねちょっと西日の当たらないところでね置いていただきまして、土からね水がね極度にこういうふうにね、蒸散しないような場所に置いていただくとよろしいです。で、夏場のね、まあ、乾燥を防ぐためにマルチングというね作業もしていただいてもいいと思います。まあ、ガーデンチップでもいいです。それから水苔でもいいです。それからハイポネクスから出ております木から生まれた土、これをねマルチングとしてお使いいただくのもよろしいかと思います。で、またねマルチングをしておきますとね、まあ、冬のね、まあ、あの寒さから根っこを守るという役割もありますんでね、ぜひお使いください。で、まあ、このようにね、まあ、植え込みました同じ系統の違う品種のね、まあ、あのブルーベリー、これを、まあ、おのおの植えていただきまして近くに置いていただきます。それでもうこれで OK です。追肥といたしましてはね、根がしっかりと活着した植え付け後1ヶ月後からスタートしていきます。でおすすめなのはこちら常在肥料シリーズブルーベリー用というのがございます。これをおすすめいたします。はい、でブルーベリーというのはね、まあ、あの強い化成肥料なんかが一気にね根っこに行きますと弱ってしまいます。で実はねこのブルーベリー用のね常在肥料というのはブルーベリー専用に、まあ、あの開発されてあるものですので、徐々にね、まあ、あの溶けていきまして、こう中に効いていくんですね。ですからねこの専用の、ね、肥料というのは大変安心してお使いいただくことが可能です。で使い方といたしましてはね、まあ、早春の3月、それから初夏の6月、それから秋口の9月、このね1年に3回です。7号鉢ですと1回につき2錠ね、1回につき2錠です。それから15鉢、まあ、これぐらいのサイズですと3錠、もうこのね同じ均等にねこのように並べていただきます。まあ、それでねもう追肥は OK なんです。でね追肥に合わせましてまたねこちらのリキダス、これをご利用ください。で今度はね200倍液を使っていきます。5リットルの水にキャップ1杯と4分の1ですね。これをね1週間から10日に1度ずつ上げていきます。そうするとね根がしっかりと、まあ、太く育ちましてね、そこから養分水分を吸収するための細かい根っこがたくさん出てきますのでね、そうしますとね根っこの吸収がより良くなってパフォーマンスが上がってくるんですよ。でまた夏の暑さ、それから冬の寒さ、こういったストレスから株を守ってくれます。ですからねこの夏の暑さ冬の寒さにも負けない丈夫なね株に育ってまいります。で次にね、まあ、剪定ですけれど、まずね夏の剪定、まあ、5月から6月下旬になります。夏場はね成長期でねすごくね葉っぱがわさわさ出てくるんですよね。で茂りすぎてね風通しが悪くなって中またねあの中に日当たりが悪くなってきますと虫が来たりとか、あと病気が発生することがありますのでね、まあ、重複する枝、例えばこう重なってる枝ですね、それから上に勢いよく伸びる枝、それから内側に向かって生える枝、そういったのをねきれいに切り落としていただきます。そうするとね中にね、まあ、あの隙間が出てきます。でまたですねこの中から元気の勢いのいい、まあ、シュートといいまして枝がねぐわーっと伸びてきます。これをねそのままにしておきますと栄養がそっちの方にね集中していきますので、全体的にね栄養を回すためには、まあ、元気よく伸びましたシュートもねある程度のところでプツッと止めていただきますと全体に栄養がまんべんなく回るようになります。またブルーベリーは7月ぐらいから花芽の形成が始まります。ですからね7月以降はちょっとね剪定をやめておかれた方がいいと思います。でブルーベリーはね花のついてる枝、それから、まあ、その頃になりますと、まあ、花がね、まあ、ついてくるんですけれど、花のつく枝、肌のつかない枝、これはっきりとしておりますので、花のついている枝を残して、また花のついていない枝、こちらは切り落としていただいて結構です。またね、冬場の落葉時の剪定なんですけれど、このね、夏場に比べますと、まあ、あのすごくね、分かりやすいんですよね。で夏の剪定と同じように、重なり合う枝、それから内側に向いている枝、それから真下に向いている枝、まあ、そういった、あと真上にね、元気よく伸びている枝、これを切り戻しをしていただきまして形を整えていただきます。でただし気をつけていただきたいのはこう、ね、20センチ以上あるようなこういった枝、これをね、はい、あんまり短く切り戻してしまいますと実がね、つきが悪くなってしまうんですね。というのは20センチ以上ある枝に関しましては
上から約3分の1ぐらいのところ、この辺でね実がなるんですよね。ですからあんまり短く切ってしまいますと実の数が少なくなりますので注意が必要となります。次に植え替えなんですけれど、植え替えは2年から3年に一度が目安になります。で、温暖な地域ですと、11月頃に行うんですけれどね、寒冷地では3月ぐらいに行ってください。株を抜いていただきましてね、で根っこをね、根鉢をほぐします。で、根がねあまり硬くなっているような場合にはやはり刃物ですね、清潔なハサミ、それからノコギリなんかを使いまして傷をつけていただきながら根をほぐすことが可能です。で、根をねある程度落としていただきましてから、一回り大きな鉢でね、清潔なブルーベリー専用の土、それで、植え付けていきます。で、またね、根鉢をあまり大きくしたくないわという方、そういった方に関しましてはね、ちょっと多めに根をほぐしていただくんですね。やはりこれもハサミとかノコギリを使ってやってください。で、根をねちょっと小さめに切り戻していただきまして、同じ鉢で清潔な土で植え直してあげます。で、上の部分もね、根っこの大きさに合ったサイズ、あんまりね根っこが小さいのに上ばっかり大きいとね、バランスが悪くなってうまく成長していきませんので、ですからちょっと根鉢を小さくしましたらね、上の部分も少し小さくね切り戻していて、コンパクトに仕立てていただければよろしいかと思います。植え替えをした後は、植え付けの時と全く同じようにね、約1ヶ月間リキダスの旋培液をね使っていただきまして、しっかりと根を安定させてあげてください。で、春に、ハイブッシュから、ラビットアイ系のね、お花、白だったりとかね、あとピンクだったりするんですけれど、そういうお花が咲き始めまして、初夏から初秋にかけましてね、実が次々となってまいります。で、実はね最初のうちはグリーンなんですけれど、そこからねどんどん色づき始めまして、最終的には紫とかね赤い実がなってまいります。で、実がしっかりと熟した時に収穫をしていただいて召し上がっていただきます。で、雨がね降ったすぐ後とかに収穫しますとね、味が非常に悪いですから、晴れてるね、ちょっと晴れが続いたような時、そういった時に収穫していただいた方が甘く美味しいね実を楽しむことができます。最後にね、病害虫の話をしていきます。でね、基本的にはねあまり心配がないんですけれど、時にねイラガとかアブラムシ、それから貝殻虫が発生することがあります。で、プランター栽培ではね、コガネムシが、卵をね土に埋めつけますと、そのね、幼虫、これがこの中に湧きますとね、根っこを食べてしまって株がダメになってしまうことがありますのでね、うまく、薬品などとお付き合いいただきながら退治をしてあげてください。で、ですね、例えばね、薬品を私は使いたくないわという方は、この防虫ネットなんかをねかぶせていただいてね、親の虫、これがねこの株に近寄るのを防いでいただいても結構です。で、あとですね、このブルーベリーの場合は鳥がね食べに来てしまうということもありますのでね、やはりねそれも防虫ネットなどで防ぐこともできますので、そういったネットもうまく利用しながら栽培をしてみてください。それではですね、このブルーベリー、春から白からピンクの可愛らしいねお花が咲きまして、それから初夏からね、初秋にかけましては実を楽しみ、それから秋にはね素敵な紅葉を楽しめる、本当にねほぼ一年中お楽しみいただけます、こちらが果樹なんですよね。ぜひね皆さんね育ててみられて、生食で食べていただいてもいいですし、あとね、ジャムとか、そういうのを作ってお楽しみいただいてもいいかと思います。ぜひ皆さん、挑戦してみてください。